どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、やってきました。今年一発目の激辛ですね。イエーイ。で、今日はですね、今日のお店なんですけれども、昇竜坊東新宿店さんに来てます。まあ、新年一発目の激辛ということでね、今夜もね、しっかりお尻に火をつけたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。激辛ジョニーですよ。本年も一発やっていきましょうね。オーケー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 。はい、というわけでやってきたんですけどね、今日のターゲットはですね、四川風春雨煮込みですね。これもまあ辛いですよ。さっきね、メニュー表見たんですけどね、まあ辛そうですよ。で、今日もお尻に火を吹いていきましょう。じゃあ早速呼んでみましょうかね。行きましょうか。すいませんすいませんまあ名前忘れちゃいました。何でしょう。スーパー辛いスーパー辛いスーパー辛いの春雨煮込み、これをセットでお願いします。結構辛いですか。結構辛いです。辛いですか。食べきれない人とかいます。はい。あ、本当ですか。あ、じゃあね、激辛ジョニー頑張りますんで、はい、お願いします。ありがとうございます。結構辛いそうですよ。話を聞くとですね、山椒、ちょっとジョニーの苦手でね、山椒が入ってるということでね、新年一発目から山椒を取り込んじゃって大丈夫かなっていう話なんですけどね、まあね、頑張っていきますよ。食べきれないことは許されない。お、おお、これすごいな。これめっちゃ辛そうだ。やばいぞこれは。辛そう。カモン、ギリギリ今夜もかましてて聞いてくれな。行くぜ。電気があれば何でもできる。今夜は我らは塩気フェイス、激辛ぶっ飛ぶ航空券。今夜も決めるぞ、昇竜拳。いただきます。じゃあ行きましょうかね。新年一発目ですよ。行きましょう。うわ、結構山椒効いてるね、これ。結構匂いがすごいですよ、これ。やばいですね。これね、すごいですよ、これ。じゃあね、ちょっとスープの方からいってみましょうかね。いただきまーす。おー、一瞬で口の中に広がってきますよ、辛みが。やばい、これはマジで。この四川風独特の辛みが。やばいやばいやばい。辛い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 。漬物ありますからね、漬物いきましょう。ちょっとこっから、ちょっと徐々に辛さをね、慣らしていきましょう。うん、こらうまいわ、こらうまい。うん、春雨ですよ皆さん。これ春雨結構ヘルシーそうですね。これ女性におすすめですよ、これね。じゃあ春雨いきたいと思います。いただきます。春雨にね、この辛いスープが染み込んでますよ、よう。これね、顔の周りが熱くなってちょっと若干汗かいてきます。カレー、これカレーな。これね、お豆さんが入ってますよ。これ結構硬いですよ、これ。お豆さん、春雨だから結構チューチューいけると思ったら、あんまりいけないね、これ辛いから。そんなに、結構ボリュームありますよこれ。春雨結構入ってますからね。まあでも春雨ヘルシーですからね、結構食べても別にそんなにお腹につかないじゃないですか。ヘルシーです。結構ね、具沢山ですよ、これね。お豆に、はこれ、なんだろう。ほうれん草に、ひき肉に、春雨に、具沢山パラダイスですよ、これは。やばい、喉にくるね、これ。あれ、この山椒は味覚を思い出してくれたね、これ。あれ、でもね、この、ご飯がね、いいですよ、また、ね、辛みを和らげてくれる。
マジで春雨の量が多いねこれ。ここで来ましたー、塩きたーい。どう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 、今日もビッチョンコでしょ、ビッチョンコ。あ、結構早いペースじゃないですか、汗ふ塩きタイム。じゃあ頑張っていきましょう。これ新年一発にチョイスしたんだ。やばい、汗止まらないですからね。もうスーツビッチョンコですよ。これ洗えないですからね。これ毎回毎回汗かいてたらクリーニングかけないともうダメじゃないですか。クリーニング代がかさむしやな。どうしよう、もう熱っ。山椒がきついね。味変タイム。ザーサイうまいわ。やばくないですか汗。アビジョンコ新年一発目からだいぶね飛ばしますよ。山椒なんで選んじゃったんだろう。結構ちょっとね後悔してますよ。汗が止まらん。もうご飯はね、ご飯とザーサイは撃破したんでね、残りは春雨のみ。辛いっていうより結構痺れれますね。痺れる。ここで痺れを和らげるためにこれセットでついてきた杏仁豆腐ですかね。杏仁豆腐で休憩しましょう。まず本当お口の中が痺れますからね。まろやか。杏仁豆腐でお口の中リセットしたんでね、残りラストスパートをかけていきたいと思います。ちょっとね、もうジョニー本気になっちゃったからね。もうちょっと本気だぞ。ラストスパートが出ますよ。ラストスパート熱っ、マジ熱っ、やばい、ちょっと油断してた。よし、キャベツが大ぶりですよ。大ぶり大ぶり、腰振りじゃないよ。痺れるんだよね。じゃあね、残りスープのみなので、ね、飲み干していきましょう。これやばいね、これ絶対お腹にくるやつですよ。やばいね。じゃあ行きましょう。最後ね、もうね一気にかき込んでケリをつけたいと思います。じゃあ行きましょう。よし、ごちそうさまでした。完食しました。オッケー、しびれる、やばいやばいやばいや、ほらほら、
というわけで完食したんですけれども、やばいですね。もうなんかおしぼり、さっき口の周り拭いたんですけど、そのおし拭いたおしぼり顔の周り拭いたらね、結構顔の周りもね痺れてくるんですよ。まあ危険ですよ、この春雨。四川風春雨煮込み、ほんとまあ辛かったですよ。じゃあちょっと辛さの判定をしていきましょう。昇竜坊東新宿店さんの四川風春雨煮込みうどん、あ、じゃあ煮込みうどんじゃ、うどんじゃねえ、うどんじゃねえ、四川風春雨煮込み辛さレベル、じゃじゃん、辛さレベル7です。7です、おめでとうございます。はい、レベル7出ました。新年からだいぶレベル高い方じゃないですか。もうスーツをね汗だくにしながら今日はなんとか食べきることができました。まあね、結構これ東新宿店さんなんですけれども、新宿駅、まあ徒歩どれぐらいですかね、10分ぐらいですかね。東新宿駅から徒歩5分ぐらいですね。混んでないって言ったら失礼かもしれないですけども、まあ比較的空いててゆったり食事ができるんで ね、こういうソファーシートとかねグデーってなれますからね。ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ツイッター等々更新しますんでフォローお願いしまーす。あとこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、激辛食べるとさ汗がすごいから、まあスーツがびっちょんこになるからね、いっそのことすく水着た方がいいんじゃねえかな。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほらだいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっと